どうも、制作のクラッシャーと申します。ということでね、皆様、レジェンズフェスティバル、楽しんでいますでしょうか？今年最後のね、新キャラとして登場したのは、なんと、ウルトラ身勝手の動き、兆しということで、あとね、どっかの国でね、なんか、セルラン取るとか、まあ、レジェンズは今、大いに盛り上がってるわけなんですけれども、まあ、今回はね、そんなウルトラに関わる話なんですけど、皆様、やっぱ、あることが気になってるんじゃないでしょうか？ねえ、もうね、みんな気になってね、もう夜しか眠れないっていう人もいると思います。まあそれは一体何か。そう、なぜ今年ファイナルにウルトラゴジータ4が来なかったのかです。これをね、解決しないとね、まあ年越せないということでね、今回はどうして、なぜウルトラゴジータ4が来なかったのか解説していきたいと思います。今から言う言葉ね、あくまで私個人の予想なのでご了承ください。まずね、話す前にどうしてね、こんなね、ゴジータ4が来るんじゃないかっていう予想になったかについて、説明したいと思います。まず一つ目がゴジータつながりですね。まあというのも、一昨年のレジェンズフェスティバルでファイナルに飾る、ウルトラとして誰が来たかって言ったら、スーパーゴジータなわけなんですよね。そして、去年ですね、2020年のレジェンズフェスティバルのファイナルに来たのはウルトラゴジータブルー。こうやってね、レジェンズフェスティバルのファイナルでゴジータが来てるので、じゃあ今年一体誰が来るんだか、そう、ウルトラゴジータ4が来るんじゃないかっていう予想になってましたね。これがゴジータつながりですね。そして二つ目がヒント動画に紛れ込む GT パンちゃん。レジェンズフェスティバルの第1弾のキラベジ&ブルー海洋剣悟空が登場、まあ参戦を匂わせるような、ヒント動画ですね。これの男の子が使って、男性がね使っているパーティーにですね、 GT のパンちゃんがいるんですよね。これはちょっと怪しいぞということで、もうこれはもうファイナルにゴジータ4が来るから匂わせてるんじゃないのということですね。そして最後3つ目が、今年1体も GT が来てない。まあ、これはもうそのままの通りで、毎年毎年レジェンズって1体か2体は絶対 GT 来てるんですよね。レジェンズフェスティバルがちょっと第1弾第2弾の時には、1体も GT はね参戦してなかったんですよね。まあ、ということはファイナルに GT のウルトラゴジータ4が来るから、ウルトラって大体ぶっ壊れで来るので、まあ、そのぶっ壊れで来るからこそ、まあ、あまり GT出しすぎるともう GT 環境暴れ散らかすから、今年は一体も出さなかったのかなっていう予想でした。さっき言ったこの3つが重なり、ファイナルはウルトラゴジータ4がもう濃厚じゃないのかってね言われてましたね。うん、まあ他にもね理由はね多分あると思いますけれど、私の中ではこの3つが鍵でしたので、まあウルトラゴジータ4がファイナルに来るんじゃないかなと思ってましたけれども、結果は身勝手の極意きさしということでね。はい、ということでね、ここからはね、ウルトラゴジータ4がね、なんで来なかったのかっていう理由について、解説しようかなと思います。まあさっきも言った通り、あくまで個人の予想なので皆様、ご了承ください。うん、多分外れてると思うけどね。ということでね、まあなんで来なかったのか、それはフェスの顔じゃないからです。これね、別に悪口じゃないよみんな。これ別に顔がブッス何これとかじゃなくて、どういうことかというと、運営さんは周年のキャラとフェスのキャラっていう、まあそういう価値観が多分あると思います。どういうことかとね、言うとですね、まあベジットが一番わかりやすいね。ベジットって周年には来るけどフェスには来ないよねみたいな。スーパーゴジータ、ゴジータブルってフェスには来るけど周年では来ないよねみたいな。そういう感じで、フェスはゴジータ、ベジットは周年みたいな、運営さんの出し方の、まあ、価値観かな、価値観が、ございましてですね。まあ、そんな感じで、フェスに出たキャラを周年の目玉として出すかって言ったら、まあ、過去そんなことなかったんですよね。うん。だから今回ね、ファイナルとして来たウルトラ身勝手も、フェスで、3年前に来てますし、周年では来てないんですよね。ってことは、ゴジータ4って周年で出たので、ウルトラも周年で出すっていうのがあったのかな？うん。って思ったら、ウルトラ身勝手の極み？極みも周年だね。そうなってくると。うん。でもさ、よくよく考えたらさ、ウルトラゴジータ4フェスにありえない。
よくよく考えたら、よくよく考えたらね、ほんと今更だけど。というのもね、その、ウルトラゴジータポって、属性何で来るかって言ったら緑で来ると思うんですよね。ほぼほぼカクカクで。うん、何言ってんだ俺。まあなんでかって言ったら、そういう合体戦士の属性意識は、まあかなりあって、ウルトラの合体戦士で言うと、ウルトラスーパーゴジータが、スーパーゴジータが青、ベジットブルーが赤、スーパーベジットが黄色、そしてゴジータブルーが紫ということで、まあ、ウルトラの合体戦士は、まあ、属性が揃ってないんですよね。ということは残り1枠で、あるのが緑ということで、ゴジータ方は緑で来るんじゃないかなと思います。まあ、なので、ここ最近、緑が大量発生みたいにめちゃめちゃ出てたので、ここでファイナルにウルトラゴジータ4ってなかなかないよな。緑で来るのはさすがに。しかも、フェスの前に緑で、スーパーゴジータ、まあ、リミテッドパイクーハンか。まあ、来てるので、ありえなかったね。フェス前に合体戦士出したよね。またフェスで合体戦士出すんかって言われるところで。で、緑だから、まあ、ちょっとリミテッドパイクーハンいらなくねってなっちゃうしね。フェス前に合体戦士を出したんだから、周年には、フェスか。フェスには合体戦士来ないよっていうね。運営からのダイニングメッセージだったのかもしれませんね。もしかしたら。はい、ということでね、てな感じで、なぜウルトラゴジータ4がね、フェスで来なかったのか、という理由について解説させていただきました。まあ、もうまとめると、フェスの顔じゃないから、これだけです。フェスの顔じゃないから、ゴジータ4はやっぱ周年だよねって特別な存在なんでしょうね。運営さんからしてみれば。とて、今回の動画は以上となります。ね、これが上がってる頃には、年越してるのか分かりませんけど、まあ、30か31日まあ、どっちかには絶対出したいですね。出てるか分かんないけど。他の動画は以上となります。この動画がね、良かった。面白かった。嬉しかった。悲しかったっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。さあ、果たしてこの動画が、今年最後の動画になるのか、楽しみですね。果たして、これが最後になるのかわかりませんが、皆様、また来年の1月の1日のライブでお会いしましょう。ということで、じゃあね、バイバイ。